はい、こんにちは。で、このおげさんと申します。今回もまたクッパ爆弾やっていきたいと思います。さあ、今回また自分からです。さあ、紫に引いていきます。さあ、クリア。今回も、難易度は3人強いとなっています。さあ、2人目クリアとして、コンペーター2人目そう。さあ、ドンキ。さあ、3人目。さあ、どうなるか。おっと、これで1巡目をクリアして自分のターンになりました。さあ、緑を引いていく。おっ、さあ、クリア。さあ、コンピューターに1人目が入りました。さあ、またクリアの2人目。おっと、ここで引いてしまう。さあ、今のところ生き残っていますが、ここからどうなるのかわからない。コンピューターさん、2面所が、おっと、これはクリアして、次自分のターンスタイル。さあ、クリア。さあ、残ってるのが黄色と緑。さあ、クリア。黄色が正解だった。これで自分のターンとなります。黄色が当たりだぞ。さあ、黄色だと思ったら当たってしまったと。さあ、これで 6杯目となってしまった。このまま行くと多分、9人のサイコロの、記録を大幅に超えるんじゃないのかなと、もう予想されてしまう。クッパ爆弾となっています。はい、1巡目クリア。どうなるか。紫引いて、あった。結果的にヨッシーが生き残った。さあ、7戦目となります。スタート。さあ、また黄色を引きます。すごい正解が当たるという、さあ、早速も7杯目という。ここからコンピューターとなります。ちなみに選んでるときは、基本的に、どれかっていうランダムというのも適当なところもあるので、クッパ爆弾とかは基本的に運クッパ爆弾とかなどの、シリーズは、運要素が本当に 100% に近いので、必ず、同じ場所にあるとは限らないというのなので、そんなでやってると2巡目を終了するという。さあ、3巡目いきます。さあ、黄色を選んでいく。力が長いな。さあ、40秒になってしまう。同じ場所を行く。50秒。さあ、引いてしまった。ここで、とうとう黄色が正解だったのようですね。スタート。さあ、8戦目となります。まあ、最初だから、もういらない。
たってしまう。早い。カットも予想されてますが、カットとかは基本的に入れない方向でなっております。このシリーズカットを入れると何戦やったかっていうのが、明確にならないために、全てノーカットとなっております。そんなこんなで、9戦目終わってしまいました。8戦目ですね、失礼しました。8戦目終わってしまいました。さあ9戦目、となります。一発で当ててしまって、すごい早い時とすごい長い時の差が激しいですね。さあ緑を選ぶ。さあ今回はクリア。難易度弱いにしても普通にしても、変わらない、運ゲーでは変わらないと予想されるために、基本的には基本的には強いととなっています。デュエルの時の、サイコロバトルの場合では、両方全て測りたか測定したかったために、難易度3つやりましたが、基本的には強いでやっています。1回目クリア、使っていきます。さあクリア、バッター2人目となります。さあ紫だ。あーここで当ててしまう。もう9杯目という。さあ紫だ、9杯目となります。9連敗となっています。さあ10勝できるまで、その前に1勝できるまで何回する必要があるのか、それによって運がどんどん減ってくる。さあ当ててしまった。ここでゲームセット。そんなこんなでドンキーが1位となりました。さあおさらいとしまして、今回の戦績